青森県弘前ねぷたまつり津軽じょっぱり大太鼓の皆さんの演舞を行います。弘前のねぷたは大小合わせて80ものねぷたがヤーヤドーの掛け声とともに市内を練り歩くお祭りです。また運行の見どころの一つ津軽じょっぱり大太鼓のパフォーマンスも必見です。それでは演舞の前に弘前城ミス桜グランプリ高橋美希さんよりご挨拶をいただきます。やーやーどー、皆さんこんにちは。青森県弘前市より参りました第37代弘前城ミス桜グランプリの高橋美希と申します。よろしくお願いいたします。本日皆様に披露させていただく弘前ねぷたは国の重要無形民族文化財に指定されており、昨年は弘前ねぷたが初めて文献に登場してから300年という大きな節目の年を迎えました。毎年8月1日から7日まで開催される弘前ねぷた祭りは、情緒あふれる笛や太鼓の囃子とやーやどーという掛け声を響かせながら市内を練り歩く津軽の夏の夜を彩るお祭りです。またこちらの津軽じょっぱり大太鼓は、津軽の殿様が江戸常年賀の式に登場した際、加賀百万石城内の六尺大太鼓はおそらく日本一だろうという話を聞いて、津軽の城内では矢倉太鼓10尺に余るものを用いると大ボラを吹いてしまったため、確認のための使いが来ることになってしまい、急遽家臣に作らせたという言い伝えをもとに再現された大太鼓です。この大太鼓は弘前ねぷた祭りの見どころの一つとなっております。一人でも多くの方が弘前ねぷた祭りを見てみたい、弘前に行ってみたいと思っていただけるよう、本日は弘前ねぷたが持つ歴史や伝統、魅力を精一杯披露させていただきますので、皆様も拍手での応援をよろしくお願いいたします。それではご覧ください。Thank you.
ください。ありがとうございました。